石野陽道の芸術。本日は、漢詩と書の説明。まず、これ。雲に餓死、高校として眠る。雲に餓死というのは、雲の上で横になって、高校、これは鼻息吹、鼻息吹を書いて眠るという意味である。雲の上に横になって、鼻息吹を書いて眠る。まあ、そういうことは現実割にはありえないけど、そういうふうな心境を書いて言うている。雲に餓死、横になり、雲の上で横になり、いびきをかいて眠る。雲に餓死、高校として眠る。非常に難しい字であり、まあ字そのものが、ちょっと現実離れをしているんで、皆さん理解していただけるかどうか、非常に疑問に思う。これは、つい、次は、すべて一無。すべて一無。落日西風の夕べ、中原鉄壁悲し、星移り、すべて一無。低類、一人、灰を傾く。これは、落日だから日が落ちる。そして、西風の夕べ。西風は、まあ、冷たい、ものすごい厳しい風が吹く夕べ。だいたいわかりますね。どういう状況か。中原というのは中国で、大きな戦いが歴史上何回もあったところで、戦場として有名である。その中原に立てば、鉄壁悲し。鉄壁が聞こえてくる。悲しい音色である。思えば、星移り、なち時が変わり、すべて昔のことは、すべて一無、昔のことは一つの夢となった。涕涙、これ涙。涙を、昔を思い出して涙を流し、一人、灰を傾ける。酒を飲む。で、一水百楽庵。米寿。石王と書いている。この詩はもちろん私の詩である。落日西風の夕べ、中原鉄壁悲し、星移り、すべて一無、涕涙一人、灰を傾く。という、お分かり願えますかな。次は大変、元気が良い字で、狂飄。狂は、狂うという字である。これは狂うという、右は狂う。左側は豹。犬が三つあって、風がある。これは、つむじ風とか、竜巻とか、とにかく、バーッとグラ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 ッと回る風のことである。下の詩は私の作で、千里、波涛に似て、千里だからもうあっちもかっちもどこもここもいうことね。波涛というか大きな波に似て、狂飄万木叫ぶ。狂ったように風が吹き、万木すべての木が叫ぶ。まあ今と違う字ですね、この叫ぶね。
走るがごとく、雲三時尽くし。この走るは走るでも、ゆっくり走るとかなんとかじゃなしに、凄まじいスピードで走るのを本という、教本。狂ったように走る。で、この場合は、だから、ものすごいスピードの走り方ね。走るがごとく、雲は三時尽くし、とか散っていっちゃう。山はそば立ち。これ、山書いて横に寺書いたら、そば立つ。と読む。まあ、高くそびえること。山はそば立ち。天と共に高し。天と同じ高さである。これ、教本。ごめん。教表。特に、それで教という字を、割に狂ったように書いた。狂ったようなということで、狂ったを強調して、教を書いたら、こういう風な教になったこと、ということである。次は、芳菲。芳菲というのは、芳しい香りのする花、あるいは美しい花のことを芳菲と言います。犬も眠る春、まさに暮れんとし。これ、犬は眠ると呼んだらダメですね。犬も眠るような、まあ、のんびりのんびりした春が、まさに暮れん年という意味です。友人酒いっぱい。通りかかった友人、旅人が酒をいっぱい飲む。いっぱいというのは、いっぱい二杯のいっぱいですね。たくさんたくさんという、意味には、ちょっと飲む。けどまあ、次々飲んだんでしょうな。そういう意味では、いっぱい、二杯でやらしに、いっぱい飲むと考えてもいいぐらいですね。芳菲、水面に吹き。芳菲というのは、美しい花の香りが、酔った顔に吹きつけてくる。気持ちがいいんでしょうね。そして、郊外一人徘徊す。郊外を一人でうろうろと徘徊する。そういう意味です。春ののどかさが感じられたらいいと思いますね。芳菲。次は、生、限りありと書いています。生きることに限りがある、終わりがある。なし、人は死ぬものだ。この前に、君、知らずや、生に限りありという言葉がついていました。君は知らないか。命には限りがあるんだよ。というふうなことで、生に限りあり。当たり前のことといえば当たり前ですが、まあ一つの格言ですな。アメリカやイギリスにも、man is mortal という格言がある。これは、人は死すべきもの。という格言がある。プロバーブがある。次は、犬眠る春。犬も眠る春。犬も眠るぐらいの春。のんびりした春。という意味です。
犬も眠る春、まさにおいんとし、友人酒いっぱい。まあ、今さっきの、小、監視と同じ、親類です。同じもんを別に書いています。ということで、今日の私の説明を終わりとします。ありがとうございました。